日経平均は意外と上がりました。好決算発表銘柄を中心にリスクを取る動きが全体相場を押し上げた株ターンとのことで、どうにも強気は継続なようです。この強気、痩せ割れマンじゃないですよね。ババ抜きすぎて怖すぎます。あ、手じまいすらめんどくさがって何もしてない貝豚の私は、言動と裏腹に儲けさせていただいてしまったわけです。本来ならば手じまいするべき局面です。なんで私はこんなにもめんどくさがりなんでしょう。マネックス証券の売買のボタンを押すことすらやる気が起きません。誰か代わりにトレードしてほしいものです。ということで、私の資産は続々と積み立て投資信託に移行しております。私は株式市場で死人になるのです。ステルスモモです。いるのにいない存在、そういうものに私はなりたい。てんてけてん。相場サイクル的には短期で割と上がったんで、次は下がっていきそうでもあります。あらゆるケースを想定して後悔のないトレードをしていきましょう。てんてけてん。気になるニュースを紹介します。銀座高級時計店に覆面強盗、男らの身柄確保とのことです。ちょっとくくったら犯行現場もまるっと録画されてるんですね。おめえぶっ殺すぞ。トゴクーみたいに生きった後に身柄を拘束されて痛いですと、タラちゃんみたいになってしまう G 世代の闇バイター、恐ろしすぎます。小市民の私からすると夕方の人混みの中で強盗をする、そのカジュアルさにも驚愕します。存在の耐えきれない軽さとはって感じでしょうか。 YouTube と TikTok 見すぎて何が現実かわからなくなってるんでしょうね。今後は AI のフェイクコンテンツに踊らさせる世代が増えてくるわけです。もう人間味とか人間らしくとかは虚構になってきています。人他人を信じると足元を救われるサバイバルデスゲームに我々は強制参加させられとるわけです。喉が渇きますね。私なんかは子供が好きなので、悪いのは大人かなとか思ったり思わなかったりもするわけです。ニンともカンともニンニンテンテケテン。皆さん今日もお疲れ様でした。投資家リバティです。投資は自己判断自己責任の世界ですが、できるだけ有益な情報を提供できるように頑張っております。それでは本日の気になる銘柄を紹介します。テンテケテン。 5411JFE ホールディングス。何の会社かも忘れましたが、持ち株の中で今日一上がってたのがこの銘柄です。多分決算が良かったんでしょう。めでとうございます。 PR PBR で見ると何気に割安ですね。めでとうございます。海水照度は 10% です。3880大王製紙、何度か紹介していた大王製紙がいつの間にか上がってましたね。私はかなり難品しまくってたので、この値段で含み益になっていました。12日が決算とのことですが、持ち越すのかどうかは判断が分かれそうですね。私は利確しますけど、海水照度は 10% です。4385メルカリ。メルカリなんかはほとんどの投資家が損してると思いますが、私は相性がいいのかこの銘柄で負けることはありません。今回も謎の上昇を見せており、私の持ち株も再び含み益になっていました。含み益になったのであとは売るだけです。何なんでしょうねこの作業は。私は何をやっているんでしょう。海水照度は 2% です。てんてけてん。私は20年以上相場を生き抜いてきました。誰が何と言おうが投資はめちゃくちゃ簡単なゲームです。稼げそうな銘柄など紹介したりしてるので、応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。てんてけてん。最後までご視聴いただきありがとうございました。相場は自己責任で命を張りましょう。それでは皆さんまた見てね。